皆さんこんにちは。お久しぶりです。長野ジュリアです。はい、今日はですね、皆さんに報告がありまして、私の YouTube を撮っております。ずっと7年間大学病院の脳外科で勤めていたんですけど、結構前ですね、結構前にずっと一度はやってみたいなって思っていた陽クリニックで勤めています。はい、経緯としてはこう7年間同じ脳外科で働いて、ちょっと次の看護師として次のことにチャレンジしたいなっていうところで、はい、興味のあった美容部門の方に、美容部門、はい、来ました。まあ、内容としてはほとんど美肌の管理、シミ治療とか、こう肌をきれいにしたりとか、そういったことをメインでやっていますね。はい、皆さんいろいろ質問あると思うんですけれども、一応病院で働いてますっていうふうに言ってたので、美容クリニックの方で働いております。やってほしい企画はコメント欄へ。見てくれてありがとう。